温善君は、韓国李氏朝鮮の王族で、思え痛み相根聖師の諸子と22代国王、聖祖、衣装聖師の異母帝意味名は、アザレンカナ、別小歌妖精、四号公民ある。彼は21代国王、英祖の諸子相根聖師の第五諸子と彼は、母親名は、氷愛、または、明愛、救助出身の高級である。 小根聖子は服を着ることを困難にするヒステリーを患っていた、着替え中総根聖子は、刀で彼は、母親な氷愛合を殺害した。乳児の彼刀で差し池に投げた、これを目撃した、貞澄王公金氏が気引き上げた。エー s はかわいそうだと彼は自由連なりとし、貞澄王公金氏は彼は別小連の派と、可用性した。彼は重い痛み聖子の諸子であったが、 本人の聖母が、昇魂生死の件で殺されたので、恨みを抱いたものを見て、ロ論ロの強硬派壁派は彼に注目した。1771年2月10日、英その特命で、宗地下府有志道場を任命て、1773年8月5日後、英都総都総監に任命され、1774年5月20日、後英都総都総監に再任命され、月日 陰ひさげ町に任命である。1774年5月20日後、A 都総不塗装館に三時任命された。1776年1月17日終母児ひさげ町が、されて、原不略の序文を書いた。1776年1月17日終母児ひさげ町に、任命された。1776年3月に、清楚即位後、高層藩高広能。 京太月などは見覚を採用し、清掃を暗殺しようとした。1776年7月と8月の、都の城を侵入した資格たちは清掃をつけに、失敗して逃走してから逮捕された。高層藩高広能、京太月などは、逮捕、流刑入れた後に処刑された。高層藩高広能、京太月などこれらの家族、親戚まで逮捕し、 義阜府で拷問刑をがしていた中、恩善君に衰退しようとしたという事実を自白された。高宗藩、高広野京田月奈の近く過ごした公林官と低圧試験などは、試薬を受けて死刑になった。司官員と司かさ府、公文官は彼を断罪すと上訴が上がり続けてきた。清訴は彼に自殺を命じたが、彼は自分が死ぬ理由がないと公弁した。 1778年清祖は彼に、死役をした賜り、死刑した。1850年12月22日斜面と、復権された。1871年3月16日死後公便校を受けた。墓地は、慶喜同化川郡北面道伊里にある。温泉君の親類、近親、祖先の詳細、元慶付き略送根性子、焼きよ孫。22代。 祖二23代、純祖、公明生二24代謙宗。恩彦君、前慶大院君25代明ら衆。恩信君イコールイコール南縁君、おきのり大院君26代高宗。恩前君。李氏朝鮮後期経図。ありがとうございます。